おはようございます。5月22日第321回ポコの会金魚ラジオになります。昨日はね動画見ていただいて、励ましの言葉などいただいてありがとうございます。僕の責任でねあれなんで、本当それなりに温かい言葉をいただいている方たち本当ありがとうございます。ちょっと何かでねいい情報だったりそういうので、お返しできる時が来るよう、頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございます。昨日はねちょっと嫁を迎えに行くという用事があって、その時にねちょっと離れてるんですけど北川部金魚屋さんに伺いました。行こうと思ってなかなか行けなかったんでね、ちょっとタイミングがあって嫁も子供も出かけるからこれはチャンスだと思って、さっと行ってね、社長といろいろ話しさせてもらって、そして赤目の金魚たちをね買ってきました。店頭にはねほとんど置いてないんですけど、電話したり、声かけると持ってきてくれるんでね、僕は一匹ねすげえこれは使えるっていう魚を譲ってもらったんで、いやこれはねちょっと興奮しましたね。あこれは求めてた魚だっていうのが一匹今うちに来てるんで、これは後でねちょっと動画でちょろっと紹介させてもらいます。なんで面白い魚ねかなりいっぱいいて、で奥の方まで開いたって言ってたんでだいぶ魚が増えててね、で奥の方のね一番奥にねいたブリストルがちょっと面白い色のやつがいたんですよね。でそれを買おうかなと思ってたんですけど、ちょっと赤目とかの方を買ってしまったんで、あんまり買いすぎてまたむちゃくちゃになるのはちょっとまずいなと思ったんで、ブリストルは僕の主戦ではないということで、買わなかったんですけど、模様が本当に面白いブリストルでしたね。あれ1匹だけずば抜けてて値段もちょっと買いやすい感じだったんで、気になる方はね今日はやってるはずなんで土日営業なんでね、北川部金魚園さんぜひ行ってみてください。電話してからなんか欲しいような魚がいる話をしてから、赤目だったりその雅錦だったりね、そういう魚と青いやつ青地金とかねいろいろいますんで、ぜひ気になる方は行ってみてください。で僕はねやっぱりその北川部さんによく行く理由としてはその赤目の魚をねずっと作られてるっていうことで、ちょっと系統的にね、もともと入江さんの系統なんで同じ出元なんでしょうけど、ただ違うところでね一応ちょっと離れて作られた魚たちなんで、これを種親にする方が血がねちょっとは遠くなるのかなと思いながらやっていて、かけ戻すのにすごいいいのかなと思っています。で和金磁金系を作ってらっしゃるんで赤目他にもいろいろいるって話だったんですけど、ちょっとリクエストはいっぱいして帰ってきました。なんでそういう魚が出ればねまたご紹介したいと思いますし、なんでそう結構いろいろいるみたいなんでね、あとは僕のお財布との相談になってきてしまうと思うんですけど、なんでちょっと久しぶりに金魚屋さんでゆっくり話をしていろいろ勉強させてもらって、そしてプラスしてね赤目の魚たちを持って帰ってくることができたので、とてもありがたい一日になりました。今日も僕はちょっとまたね動かしてもらいますんで何かしらちょっと動画が上がると思いますが、動画が上がるのもどの辺が上がるかっていうのはちょっとどうなるか何とも言えないんでね、とりあえず何かしら動画が上がるなっていう感じで、とりあえず昼ぐらいに昨日の、ね、魚を1匹ちょっとこれは僕が飲酒として本当に欲しかった系統の飲酒なんで、これは今期は使えなかったにしても来期種親として使えるようにちょっとしっかりね買っていきたいなと思います。オスなんでねメスねちょっとどれに当てるか考えながら、1年ぐらいゆっくり考えていけるのかなと。昨日はなんか天気がすごい悪くてねあれだったんですけど、今日はとりあえず曇りっていう感じでぐずついてはいますけど、とりあえず動きやすい日であるのかな、暑すぎずね、っていう感じだと思うんで、ちょっとずつね今は動き出しておりますので、面白い動画もあれば全くなんか今日はなんか寝ぼけてわけわかんないこと言ってるっていう日があると思うんですけど、
まあそれでもお付き合いいただける方々の皆様たちには本当に感謝しております。なんでまあちょっとずつね、さ動画の回数本数がまた上がっていくと思いますんで、楽しみにしていてください。今日はこの辺で、終わりにします。とりあえず昼ぐらいにその魚をちょっとね載せますので、ぜひチェックしていただけたらありがたいなと思います。ありがとうございました。